ロシア軍の参謀本部の人が、あの最初、つ作戦があっっったんんだてて言ってるんですよね第二次世界大戦ではハリコフからポルタワキエフって言ったわけだから、いやショイが打ち出してきたのは兵力150万人への増強、経済制裁で戦争は普通は終わらない、今後もやっぱりウクライナ軍は火力ではロシア軍に打ち負け続け続るそうそうプーチンの最初の選択は、やっぱりさらなる動員なのではない、うん、プーチンが決定的に軍に軍を作っってしまった 政治的なニーズと軍事合理性のコンフリクト、うん、ロシアが月に30万発とか撃ちながら弾切れにならない果たしてこれは大攻勢が始まってるんでしょうかあバフムトというのはドネツク州の北部っていうんですかね、うん、北部にあってで、まあ、ここ10ヶ月ぐらい激しい戦いが行われている場所です。で あのロシアはいわゆるそのドンバス地方を、うん、あの制圧をするのが目的なのであの、まあ、この部分ですねこのドネツク州の中でもまだウクライナが維持しているこの部分を占領した、うん、だからまあそのための突破口をどこかで開く必要があって、まあ、そのためにバフムトを攻撃しているというのがまあ大方の見方。 ですよねただ分からないのはなぜバフムトでなければならないのかというところは、うん、あの今一つよく分からない例えばこのドネツク州からもこれもその戦争始まってからずっと攻勢を仕掛けていってうまくいってないわけですけれどもそこについてもそこ,そこをより押してもよかったはずでなぜバフムトなのかというのは今一つあつよく分からない部分はありますよね。うんうんまあ、あとはあですよねこの南の方の南方 ブフレダールの方からも攻勢かけていますし、うんうん、でこっちの北側のクレミンナスバトベクレミンナ軸からも攻撃かけてるんで、まあ、全体的にぐるっとこの辺をや,やっちゃいたいんだろうなっていうことはまあ分かるんですけども、うん、やはりこのバフムと自体に対する執着みたいなものが非常に強そうだなという感じはしていて。うんうん これが果たしてその軍事的合理性から何か導き出された結論なのか何かもっとそのワグネルのプリゴジンと軍の確執みたいなもっとどうしようもない理由なのかっていうのはちょっとあの議論の余地あると思うんですねまあ所詮は町一つでしかないのでそのこの町を失ったからといって要するに町を一つロシアが取ってウクライナが失ったという意味でのあの戦局の変化でしかないと。あとはだからその 通常はその例えばまあ1対7切るレシオはどっちか分かりますと正確な数字は分かりませんけれどもそのロシア側がそのウクライナに比べて全然多い消耗を強いられてるとすれば普通は攻めやめるのやんですよねでもなぜか攻めてくるのでまあそこで1対7の比率で相手を倒し続けているというところこの地図で言うとロシア側がもうこの辺まで。 こ,こ,のこの東側を押えたと言われているわけで、うんうん、ウクライナはあのウクライナは、まあ、こ,ちら側こちら側を守っていると。うん、でまあこのか川が防衛線として非常にいい具合に流れているので溶かして溶かしてくる、あのー、ロシア軍を、まあ、ある種モグラたたき的に倒せていると。うん いうところだから、まあ、ちょっとここで引くのはもったいないみたいな意、ね、識もしかしたらあるのかもしれないです、ねあし。しかもやっぱりワグネルだからあのものすごく言い方は悪いんですけど死んでも構わないと思って、うん、あの軍としてやらせてるのかもしれないですしあとまあもう一個はその最近明らかにこのワグネルの創始者のプリゴジンが。 調子に乗ってたわけですよ、うんうん、で軍をバカにするようなことを言ったりとかまあこうね、えー、本来違法なはずの民間軍事会社なんだけどなぜかこうバカでかい本社ビルを作ってしまうみたいな違法組織の本社ビルって何だって話なんだけど <laughs> でもまあ,あのそういうことやってたのでちょっとあのプリゴジンが前に出過ぎたのでちょっとこいつをあの懲らしめなきゃなって意識は多分軍上層部にも政権の中にもあるので、うんうん、まあお前らはしばらくここで消耗しておれみたいな、うんまあ、そういうような話で あるという可能性もありますよね。でにもかかわらず、そこでおとなしくするのではなく。うん、このバフムート攻略に突っ走っていると。うん、もうだからバフムート攻略に未来を見出しているんでしょうね。ねことなんでしょうね。ねそうですよね。うん、だから、そのやっぱり、なぜこの必ずしも必然ではないバフムートにこうも固執するのかっていうと。やっぱりそのプリゴジンみたいな政権内の。 まあこう野心家のなんかそう政治的動機みたいなものを考慮に入れてなんかうまく説明がつかないような感じもしているんですよねちなみにこれは別の番組で高橋先生と確か話したと思うんですけど、まあ、4万人人ぐらいいを募ってるって話じゃないですかうん、うん、僕ちょっと、ね、調べてみたらそう日本の受刑者が全部で4万だか5万人ぐらいなんですよね。 日本の刑務所を空っぽにするような勢いで <laughs> <laughs> 囚人を集めて突っ込ませてるってやうぱこの凄まじい構成であることは間違いないんですよね。しかもあの一時期バフあのワグネルはなぜかこう多連装ロケット砲を持ったりとか、まあ、そんなものまであの軍から手に入れてたわけなんでやっぱそれなりに守る方も厳しいには厳しかったと思います。 割と最近しばらくテレビとかでご出演してなかったですね。してないですね。僕自身が実はね、今日まで一週間ぐらい全く番組出てなかったんですけど、なんか原稿書いてた。いやあのた単にたまたまなかった。たまたまなかったわけなんですけど、いやそこでちょっとねあの高橋先生と議論してみたかったのは、果たしてこれは大構成が始まってるんでしょうか。あ、クルクルしちゃうんそうなんです。一月二十五日に始まったというふうにイギリスの国防省は言っていて、ということはもう一ヶ月半やってるわけですよね。 で普通に考えたらそのまあ威力偵察であるとか、うん、その陽動であるとかってことを考えてもいくらなんでも、うん、もう本格的な大攻勢ができるんなら始まってなければおかしいと思うんですよね、うんうん、ちょっとその戦死上こう例を見てどうかわからないですけどでも果たしてこれは本当にまだロシア軍は陽動とか威力偵察に過ぎない段階なのか、うん、もう本当に全力出してこれなのかっていうのが、うん、かなり今後の。 戦況に関わってくると思いや私もそこがちょっと謎ではあると思っていて現状でのまあ激しい戦闘というのがこのバフムトと、うん、あの、まあ、ブ,フレブフレダルこの辺ですよね、うん、であとはあ,のある程度攻勢があったけど止まったかもしれないクレミンナ、うん、とあとクピャンスクの方を狙うようなものが、うん、まあ4か所ぐらいで大きな戦闘があるといわれているものの。 あのーまあ、一,番一番大きな成果があってるのバフムットだけで、うん、他のところ特にクレミンナの構成って一体どこに行ったのかよくわからないみたいな感じじゃないですか、うん、で一方でそのいわゆる動員兵の中でまだ投入されてないと言われている10万から15万の戦力が現れていた気配がない、うんね、だってブフレダルもあれ再建された海軍歩兵とかおそ、まあ、らくはヘルソンあの <laughs>、うん ドディプロが西側から撤収した部隊じゃないですか。で、あの、まあ、バフムタワグネルです。うん、で、まあ、クペアンスクとクレミンナについては。まあ、動員兵の部隊もあるというところですけど。うん、まあ、確かこの辺に大親友戦車軍もいるって話ですね。はい、うんねね。で、うん、あのー、きたね。で。<laughs> あのー、ただ、その辺が姿を現している感じじゃないので。うん、だから、本番の春季構成はやっぱりまだなんじゃないか。 っていう気が僕はすすするんででよよねねそ、うん、だからここまでの現状で、まあ、その一番成果があったのがバフムトだといっても、うん、街の周りを囲んでるだけでまだ街そのものは落ちていない、はい、でクレミンナもなんかじわっと進んでるという情報はあるんですけど、うん、やっぱり大規模な突破はできていない、うん、だからちょっとこう時間をかけてはかかりすぎではあるけれども、うん、ウクライナ軍をあっちこっちに拘束して、うん、威力偵察をかけている段階なのだろうかう。 としかしなんかねこれだけこうだら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 やってるとウクライナ軍の守りも固まるばっかりじゃないですか。なぜこんなにも遅いのかというのがやっぱりよくわからないですよね。でしかももうほらこのえ現地の映像を見てると、うん、東のこの要するにまあ今この高橋先生が印けられたこの辺りって明らかに平年始まってるんですそうですね、えー、春のその地面のぐちゃぐちゃ木が始まっちゃってて。うん 余計こう大規模なな突破を図ろうと思ったら不利じゃないかと思うんですよ、うんうん、どうもそこのところがなんかよくわからないなといういい、うん、だから天候のあやも多分ちょっとあって、はい、ほら12月から1月にかけて十分に気温が下がらなくて、はい、あの時期はあの時期で半端に抜かるシャーベット状になってたみたいな話もあるから。 あのうまく戦えるほど凍っては多分なかったんだと思う特にすけどねだから、ねうん、本当にこう地面がちゃんと固まるのっておそらく5月とかになるので、うん、それまでは待てないと軍が判断したのかプーチンが判断したのか分かんないですけどうん、うん、もう年明け以降にやるんだっていうんで。うん やっっちゃって今、その準備段階に過ぎないのかつまり、例えば5月ぐらいまでこういうことをずっと続けて、うん、でこう練りに練った予備兵力を投入するみたいな割ときちんとしたことを考えてるのか、うんうん、でし,しかもほらゲラシウムを総司令官にしたからには空軍力との連携を再構築して、うんうん、戦術航空機も前線に投入してやるんじゃないか。 っていう話はあるけどなかなかあんまりこう大規模に戦術航空機が入ってきてる感じもしないなですね。でねその間にやっぱりいろいろとこう去年ぐらいに約束された高度な防空システムがいろいろ入り始めましただからそこのとことかもどうなのかなっていうのと、うん、でやっぱりあの仮に、まあ、その地面が固まるまではこういうことでウクライナ軍を拘束するんだとしても戦車入ってきちゃうじゃないですか。ね 3月中には20両ぐらいレオパルト2引き渡せるとかって話ですよね、うん、20両ちょっと引き渡せるとで多分4月5月まで待ったらとりあえずその1月25日にドイツ他が約束した80両分だからまあ小さな1個センシャル弾ぐらいは,きとはできる。うんうん、でプラスここにあるですよねそのチェコから T72 を、うん、まあアメリカとオランダの金で近代化回収したやつが90両。で ポーランドの PT-91 がだから3個戦車旅団が揃ってしまう可能性がありますよね。うんうん、それって果たしてロシア軍待てるのかなっていう、うん、だから待ちたくないから手持ちで戦術多分投棄構成をかけて、うん、でもそれが多分中途半端で、うん、ただ予備兵力が投入されてる気配がどうもないと、うん、もう一つだから見えないところで言うとこの、まあ、世界中が予測している あのウクライナのことザポリージャからメリトポリ構成に備えた多分守備隊もこの辺にはいるのでその辺りの戦力も多分差し,、うん、差し引く必要あると思うんですけどねあともう一個分からないのはその予備兵力その去年の9月21日に動員して31万8000だか6000だから揃えた予備兵力が。うん 本当に投入されてていいないのかかどうっウクライナ側は当然のことながらもう90%ぐらいは投入してしまってるんだというふうに言いますしでもしかし本当に30万人投入してこれかっていうまあ前線のロシア軍の振る舞いを見るとかなりレンが高い兵士も勝ってきてるみたいなあのことはウクライナ側も言ってますからね。あの なんてうとその9月、10月の予備兵あの、うん、動員兵とは全く違う別物の訓練状態にはなっているみたいですけど、うん、あと、まあ、バフムトのあたりでいうと最近その98空挺師団とか106空挺師団とか空艇投入し始めてますそういう意味でもそれなりにきちんとし戦力を投入しているのかなと思いますが、うん、いや本当に読めないですね。これうん 空挺投入したのが確かソレダールの攻略の最後でしょそこでこうぐわーっと圧力を強めてくるのかと思えば、まあ、もちろん北側の突破にある程度成功しているものの。うん 西兵部隊を投入してこの戦果ですかっていうところではありまかやっぱ突破だっていうんだったら我々の感覚として言えば突破だっていうんだったらこれでガーンと去年秋に取られたクレミンだからリマンからイジュム方面に突破するとかじゃあこっち側から突破してきてこの部分ですよね本来やりたかったこの部分の大きなポケットを包囲して。 ウクライナ軍の野戦軍を殲滅するみたいなことをやっていなければおかしいというか、うん、それだけの,戦の成果が上がらなければ戦力を投入する意味がないと思うんですよ。こもねあの大攻勢なのかそうじゃないのかっていうのが年明け以降ずっともや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 ,もやしているということなんですよね。 戦車は出ているとでま、ね、ただ、バラバラにせなんかその前線の穴埋めに使われているような感じがしますけどね、うん、もちろんあの一部の動画なんでそれが全体像なのか分かりませんけれど、うんうんまあ、いわゆるその歩兵直強に使っているんでしょうねただ、さっき高橋先生がご指摘になったようにこ,ここですよね北側のほ、まあ、そに第一新鋭戦車軍というロシア軍の,あの、まあ、今、唯一の戦車軍ですね、機構部隊を中心として。うん 編成される作戦戦略連合部隊がいると言われてるんですよ。あとジョミニザ・ウエストっていう地図作ってる人で彼の戦況図を見てみると第二親衛戦車軍の不法があるんです僕ちょっとねないはずなんですよ第二親衛戦車軍って常備の編成ないはずでちょっと何人かロシア陸軍オタクみたいな内外のやつに聞いてみたんですけど公式にはないはず。 ただまあ、なんかそういうものを編成しているのかもしれないねみたいな答えで。もし本当にそうであれば、ここに二個戦車軍作って。あの、二個戦車軍作って、ドワーンって大突破を考えていたら怖いなと思います。そうですね。それでハルキウ取り返して、改めてこの。あの、東から。あの、西に向かって、キーウ狙いに行くみたいな。で、それが本来王道でしょう。第二次世界大戦では、ハル、ハリコフから。 ポルタキエフって言ったわけだから本来そうなってもおかしくはないんだけどそういうこともなかなか起こらないなとそう待って最初からそれやってないのちょっと僕ツイッターに書いたけどハリコフを迂回包囲するのは良いと別に土地を攻略する必要はないとでも迂回包囲して東に行くとったら南下してドンバスに向かったのはよく分からないんですよね。 だからまあやっぱりあの初期の作戦は明らかにそういう,こう第二次世界大戦の再現みたいなものではなかった、うん、そういうことを最初から考えなかったんだろうという感じがしますし、これ、僕の本でも書きましたけど、ロシア軍の参謀本部の人が、最初、2つ作戦があったんだって言ってるんですよねだからみんな勘違いしてるんですよ根本的な奇襲と速度がすべての作戦だと。 中立でなければならないっていう建前になってると。主権を尊重してこなかった。だからみんな勘違いしてるんですよ根本的な。奇襲と速度はすべての作戦だ。うん 中立でなければならないっていう建前になってると主権を尊重してこなかった。